してください。それでは皆様お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。
Thank you.
1曲目、ロンドンデリエア、2曲目は What a Wonderful World、 この素晴らしき世界、ルイ・アームストロングスの演奏で3曲目はビッグスイングフェイスです。1曲目のロンドンエリーは別名のダニーボーイという曲でもあります。それではお聴きください。
私たちのステージも最後の曲となりました。味は？ビッグスイングフェイスです。お届けします。よろしくお願いします。
私たちのステージも最後の曲となりました。ラストはカウントベーシーオーケストラの演奏でおなじみのコーナーポケットです。来年も皆様とお目にかかることを楽しみにしています。本当に、本日はありがとうございました。
水軍の皆さんでした。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。お届けいただきました。さあ、一方お話が聞けるかと思うんですが、いかがでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょうか。あ、すいません、ありがとうございます。もう帰り準備万端な感じで、あ、すいません、ありがとうございます。あのカバーもね、あのお待ちのようなんですけれども、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。暑い日が続きますけども、皆さん体調管理には十分注意していただきまして、はい、私はヘルニアが出まして腰が痛いんですけど、自分の安全と健康は自分で守りますようにお願いしたいと思います。ありがとうございます。お気をつけくださいね、ヘルニア。あの今年で、なんと結成39年目ということで、まあ、この39年の間にはいろいろとあったかと思うんですが、何かこう思い出に残っているようなことを教えていただけますか。そうですね、あのメンバーの平均年齢が上がる一方っていうのが一番思い出深いですかね。はい、若い方が入ってこないなっていう、なんでですかね。なぜでしょう。でもあの20代の方もいらっしゃるんですよね。一定は、20代の人だったかな。今日は多分欠席ですかね。はい、じゃあ20代からまあ70代ということで、非常にこう幅広い年代の方がいらっしゃるんですけど、その中で何かこう大変なこと、あるいは、まあ、たくさんのこう年代の方が集まっているのでよかったなみたいなことがありますか。まあ、私からしますと、あの全部先輩の方々になりますので、例えば飲みに行ったりとかしましたらですね、やっぱり私よりがはるかに人生経験を積んでらっしゃる方がいっぱいいらっしゃいますので、話をいっぱい聞けたりしますけども、悪い話も聞けたりします。悪い話って何ですか。それはちょっとここで言うと捕まる可能性があります。ああ、なるほど。でもあのなかなか面白そうな飲み会ではありますよね。ではあの今後は20代の方というか、まあ、若い年代の方がもっと入られたらいいかなって感じですかね。そうですね、あの平均年齢下がるのもありますし、もしかしたらあの来年の練習には迷惑かけてる可能性もありますので、そうならないように、あの先ほど言いましたように自分の安全と健康は自分で守ります。大丈夫ですか。もう後ろで怒ってらっしゃいませんか。はい、ではあの今後の活動など、もしイベント出演と何かございましたらアピールお願いします。次はですね、大阪の和泉市になるんですけども、毎年9月の末にやってます和泉の国ジャズフェスティバルというのがあるんですけど、それにまだあの応募してまして、多分出ることになるかどうかまだ、主催の方からは連絡いただいてないんですけども、出る予定にしますので、まあ、茨城から和泉市と言いますとですね、多分大和川も淀川も越えて南になると思うんですけども、まあ、もし、また聞きたいなと思う方がいらっしゃいましたらですね、あのカミカミの MC の大崎さんもいらっしゃいますけど、ぜひ来ていただけましたらと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、秋のイベントも、ね、楽しみなところではあります。そうなんですよ、さ先ほど、ね、あの MC の方とても可愛かったですよね。もう終わりですかってちょっと、まあ、心の中で突っ込んだら全部突っ込みが来まして、ちょっとあの後ろに回られてました。